酸短期だ。あれ私？あ、違った。あれこれ。あれ？とね、なんかね、承諾をしてもね、あ、そう？行かないことがあるんだ。だから、それの関係。寒いなと思ってズボン探したとこないんだけど、熱いやつとかいっちゃった。ちょっと待って。美味しい針を。はい。あ、これいける？マッチメイクいける？はい。この人アンランク？今アンランク。いけるかな？いけると信じて。ポチ押してみよう。はい、マサ。どうも。押せる？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いいよ、エマさんのこと待たなくていいから、どうぞ。言ってよ、ルーさん。どういうこと？どうぞ。ちょっと待って。いやー、やばい。俺以外配信者じゃん。やば。わ。メルさんも一緒に配信してる。あ、どうも。今はね、配信してますよ。じゃあ、俺も仲良く配信するわ。うん、しようか。じゃあ、俺も仲良く配信するわ。頼むわ。あれ？チャンネルどこだっけ？とりあえず俺はこれを、ポチってやって、こうして、配信開始ボタンをポチって押して、こうして、はい、うん。あ、そうや、なんかテストってしたままだったわ。チャンネルのやつ。OBS スタジオに来たんですよ。うん。ストリームラブズもいいと思うけどね。FT、グレート、レートランプナウ。やばいな。TFT とか多分1年ぐらいしてないわ。これで多分配信はできてるはずだよね。Twitch でしてるの？ Twitch で今入れた。あれ？ Discord に連携すれば見やすいんだ。うん。ステータスに出るから。やば。ってことで。は、まあ、いっか、ランプだけど。あら、また俺バグってる、これ。あー。あら。あー。あれね。あれ、なんか、メルさんが作った方がいいのかな、じゃあ。分かれへん。ちょっと、起動し直すわ、そしたら。オッケー。さっきやりましたよ。あ、PC を。じゃあ、ロールのクライアント再起動してもう一回やる。さっき再起動しませんでした？
はい。ってことで、大読みちゃんも呼んでくれるし、よかったよかった。え、パラさんの配信ってあの、ツイッチの、あの、なんだっけ。あげるわ。ニコンドとは、ね。うん。そう、ニコンドとは。オッケー。エマさんのやつもつけてるよ。あ、マジ？音切ってるけどつけてるよ。ああ、ありがとう。助かるわ。うん、ルグさんは今、オープンレックでやってるから、関係ないけど。あ、オープンレックか。ノルマがこっちじゃないとなんかカウントされないみたいなんで。ああ。ウルグさんがね、最近俺のこと誇りたいからってね、俺のことずっと TFT に招待するんだよ。だって、メルさんの方が一番上じゃん。フルボッコにしてくるからね、怖いね。油断してたらウルグさんがエマさんが欲しいチャンピオン全部取っていくよ。みんな剣とか涙でしょ。そうだよ。はーい、みんな見てくれ見てくれ。怖い怖い。なんでこんなことなってんだろうね。やっぱあのピンの問題に関係すると思いますけどね。朝でもピン高いんです。次俺あれだったらなんか5分待ちとかさせられるんじゃん。あああれは朝もなんかノーマルってピン高いんですかね。ほらウルグさんもつけとくんやで。何をほら音切ってつけとくんやで。なんでなんとなく視聴者に話せるか。はい、視聴者数増やしていけ。いや朝はまあ回線いっぱいあるからいいけど夜はつけられない。 1080p はやめなさい。これねアフェリアットに入んないですわ。常に1000で1000で見なきゃいけないから重くて大丈夫。720にした方がいいよ。レポートに言われたら下げる。モバイルで見れなくなっちゃう。言われたら下げるだけ。どうせ俺の配信なんて見る人おれへん。もう私夜読めないな多分こんな。てか多分どっちかっていうとさ、みんな不特定多数に配信するよりみんなにあの見せるために多分こっちでやるんじゃない。こっちだったらあんまりディスコードより安定するでしょ。せめて720にほうがいい。後で設定変えといて、ウルグさんハッキングして変えといて。うちのパソコンハッキング。買い方教えてあげようか。いや、前いじったけど、めんどくさい。いいよ。何、うん、あれ、一個上に上がったら、あれなの？視聴者が勝手に変えれるようになるの？うん。難しいですよ。なんか平均視聴者数75人とかじゃないですか。言われるまでもう、このままでいいよ。75人じゃないか。3人だったかな。やっと始まった。やばい、シルバーなのバレてしまう。シルバーウィンバレバレだ。やばい、シルバーなのバレてしまった。なんてこった。俺だけ枠がついてない。いや、あのね、アンランクはね、無限の可能性決めてるから。あ、なるほどね。確率なんだよ、ちょっと、うん、本当だ、TUT で140ピンってことはノーマルでも140ピンだ、朝でも、うん、やばいよね。ノーマルゲーム、ノーマルゲームもランクもいい。どうやってランクやってんだ。友達ランクやってますよこれ。私だけだ。少なくとも俺はやだ。行きたくない。行きとうないでございます。180ピンでやってる。なんか本当に CS 取りにくかったんですよね、プラクティスモードで。うん、なあ、 AA キャンセルとかは結構しにくくなるのは本当に問題がある。どういうこと。要は NA とかその辺に接続してるような問題。はあ。あ。あ、ほら、まともにできたな、あの直後のボリビア。ほら、ほら、ウルグさん、ダメだよ、ダメだよ。それはダメだよ。OK、ナイス。素晴らしい。いや、ウルグさんがポッピーを狙ってそうな顔してたから。いや、私、剣が欲しかった。
いつも通りなんか体をこっちに向いてきたから怖かった。メルさんどれ？ピンク色か。泣いた。今さん最初何取ったな。ジグスじゃん。ああ、やっぱそうですよね。みんな同じなんだ。なんだ、日本のサーバーに接続してない。あ、22人いる。22。なんだあの人。あ、バケモンじゃん。サーバーによるのかな。アイスピンによるのかな。ゲーム取り、なんかラグいですね、ほんと。さっきノーマルやった時もなんか160ぐらいあって。だってさ、明らかなんかちょっと動くの遅い。そう、レオナが3体出てるのに、お金がなくて、レオナを引くことができないから、ちょっとロックすぎないから。神奈川です。神奈川、北海道。北海道。北海道すごいな。みんなどこ住んでるの？だってね、プロバイダーのせいだと思うな。大阪。マジか、静岡普通。プロバイダーどこです？うち、エキサイト BB なんですけど。俺は、AU だったかな、俺は。プララの NDP の。あ、俺もプララだと思う。プララでやってると思う、確か。俺はプララだったと思う。プララ？プララはちょっとやばいから変えた方がいいな。やばいのか。うん、プララ昔から悪い言われてる。10年前から悪い。家族がね、今は知らないけど。実家住みだからもう親にその辺全部任せてる。変えてない。てか変えれない。ね。変えた方が安いと思うよ。コスパも、私のエクサイト500円だからね、月額。500円だってマウント取ってくる。多分当時のキャンペーンだから今はないかもしれない。何これ、マスターイン2匹入れたんだけど、聞けそう。マスターイン。マスターイン2体とか。あ、ジグス。めっちゃ。オッケーオッケー。イージー。いや、何が何だか分かんないや、TFT。変わりすぎてて。すぐ変わるのか。それがもう楽しみみたいになってるんですかね。やっぱりザヤが一番だよな。ザヤ。え、ザヤ強いの？ザヤは、いろんな意味で、安定するかな。ああ。あれがパラさんってどこ住みだったっけ？大阪。あ、大阪か。第二の都市ですよ。なんかでも関西弁出なくない？あんまり。いや、結構なんとか変とか勝ってもって言われて私わかんなかった。勝ってもでしょ？勝っても。勝っても。イントネーションとの違いは地域によるからです。ああ、そうだね。だそれをさ、どうこう言われてもさすがに俺直しようがないよ。別に悪いとは言ってないし、直してほしいとも思わない。ヨルグ様、そういうとこへ。大阪全然マシですよ。青森の津軽弁聞いてみなさいよ。津軽弁？うん。なんてあるんですね。あ、全然ありますね。何言ってるかわかんないですよ、早口で。あ、東北とかはほんときついですよね、方言、ね、とか。あれなんか、これ誰？なんか寒いから短期みたいで。てか今更だけど、北信総13年夏って名前がなんかすごいな。確かに、今更。この前、信総上がったけど、13年待ちはなったことないわ。どっちかっていうと、プロバイダーの問題だけど。でも直してる感じしないですね。警告マークとか出てないし。どうするかな。じゃあセレスティアやっぱり強いよね。勝利のためにちゃしてるだかん引っ張られるやつだ。
毎回思うけど、リオナのスキル使った後の硬さ異常なんだが。あんまりリオナ強いって聞かない。強いかな。あれだね、ウルグさんの命名ではヒラヒラマントを俺は手に入れないといけないから。ヒラヒラ？あ、貝殻ね。貝殻、ヒラヒラマント。ウルグさん取らないで。ん？何を？取らないで、ヒラヒラマント。出ていけないの？だいっぱいあるやん。ヒラヒラマント取らないでね。何度でも言ってやるけど。あ、やば。やば、ちまった。あ、ヒラトロンクローブ。でもヒラヒラしか出てこない。あ、ヒラヒラしかない。ウルグさん命名ヒラヒラマントしかない。ヒラヒラマント、え、どうしよう、わかんないな、変わっちゃって。うん、やり方が今レベル上げるの優先でよく、まあ、でいいみたいで、ゴールド貯めてなんかリシドルのはあんま流行ってないみたいです。要は好きなとこあれだからね、特殊、うん、発動シナジーをどう揃えるかだから。シナジーか。そうだよ、シナジーだよ。シナジーか。世界に使われるから。はい、ああ、パラさんじゃん。あ、ヤマさんかこれ。おーい。さよなら、ヤマさん。さよなら、さよなら、またね。またね。来世で会おう。来世で会おうか。おー。いやー。封じるスタイルだから。無理無理。単純に5対4っていうだけでもあれだけど、結構アイテム持たせてるから、ね、アイテム、くっそ。なんか勝っちゃうな。やば、ウルグザさんと俺しか、あれか、あの、あれがいない。あれしかない。あれしかない。どうするかな。足取ってもな。え、このなんかロールのサーバーのピングの問題って結構前からあるんですか？いや、初めてですね、これは。これは本当に初めてですね。あ、本当ですか。うん、数字にできてるからリポートはしやすいし、直してくれると思いますけどね。何も見えないでラグよりは全然。そうですね。なんだこれ、ウルグさん強くね。そう、うん、なんかレベル6対レベル5でやっぱりウルグさんには勝てないんだ俺は。やだ、私レベルすぐ開けちゃうから。ジグス頑張れ、うん、あ、くそ。てか私レオナに何も積んでない。すぐそうやってウルグさん俺のことボコリに来るから、やばい。毎回あれだからね、あのウルグさんって言ったら1回目絶対ここに来る。最初に死んじゃうの私じゃん。ずっとウルグさんを狙うことここに来るから。ほんと、ほんとやだやだ。あーやだやだ。あーやだやだ。やだやだ。やだよ、やだ。やべえ、わかんねえな。まあいいや。なんかこのモンスター右側に寄せて1匹ずつ倒した方がいいらしいです。ああ。してる、しっかりしてる。なるほど。な、一体倒すと馬全回復しちゃうから。あ、そうなんだ。え、な、見てないからね、言われないと気づかない。モブの時見てない。あ、ダメだ。頑張れジグス。オッケー。私の親からは逃げられない。ジグス、あ、こっち入れた。これこれ、ノルバフにしたい。
え、パラさんさ、最近、しきなきさんとやってる？最近やってないね。あの人たちが、忙しいんじゃなかったっけ？ちょっと。あ、そうなんだ。うん、そうか、そうか。え、キルニキとか？あ、たまに遊んだりますね。ああ。ウルグさんにキルニキって言っても分かれへんから、抱き枕かなんか、抱き枕なんとかなんとか。もう、やってないんじゃないですか。あ、そうなんすね。知らない。なんか、久しぶりに戻ってきたっていうの、ベルさんが言ってた。ああ。一回やめてたけど。うん。しっかりウルグさん抱き枕カバーの本体って呼ぶんやで。カバーはついてなかったな。あのね、ディスコードの方が本当で、ロズの方入れへんからカバーが見てるだけで、本当は抱き枕カバーの本体なんだよ。熱く語っていく。いいね。あ、こんなについちゃった。ちょ、待って、涙ジグスは強すぎる。しかもソナ2体いけるからやばい。やっぱりソナ最強なんだ。これにはわかる。落ちねえ。毎回思うけどやっぱソナちゃんは正義なんだな。こういうの見てると。でもほんと変わったね。うん、変わりすぎてる。慣れなきゃ。どうしようかな。ジグス。あ、いた。レベル3に来たね。アラさんはさ、最近 TFT しかしてないの？マイクラしかしてないかな。マイクラ？マイクラしかしてないかな。マジ？なんかね、モチベが上がるので。あマイクラ、ちょっと教えてよ。俺持ってるけど、全然やってないんだよね。ああ、やる？いいよ。サーバーとか、うん、いや、お願いしますよ。うんうん、じゃあ、チームベスト譲って。いや、なんでもいいけど。欲がすごい心から燃えてる。うん。え、ウルグさんもマイクラやってます？私はマイクラ持ってないですね。あ、有料ですよね。有料ですね。そうだね。2000円ぐらいかな。まあ、いくらだっけな。わかんないけど。うん、どうしようかな。どうしよう。チームベスト欲しかったんだ。あ、間違えた。今、キッピンちゃんの時には、やったわ。あれ、俺何入れるつもりだったのか。傘を入れときは間違いないでしょ。人間の期待もそろそろ終わりだ。これ作らんか。うわ、強。ウルグスさん強い。そうだよ、ウルグスさんあれだからね。僕も属性ついちゃった。ウルグスさんの最強ポイントはあれだからね。介護霊召喚の儀っていうのがあって。最近ね、全然教えてくれない。自分で考えろってことなんだと思う。あのね、後ろついてきてほしい。教えたでしょって言って放置された。マジか。そうで、背後霊召喚の右人も最近来てくれないって。悲しいな。召喚できた時の勝率は凄まじく高い。何か、なんか、ああ、召喚の右始めよった。いないけどね、クロス。どうすっかな。時すでにお寿司なんだよな。すでにお寿司。お寿司だわ。
お寿司だね。マジで。まあいいや。ね、ヴァンガードが、ヌーコンとモルデと、なんだこれ。今さ、ジグスレベル3になってるけど、アイテムが悲しいじゃん。そう、アイテムもっとね、使うべきなんだけど。イリリアスのヒロールとか。あ、ワンチャン、ワンチャンあるか、これ。ってんねんけど。ワンチャンある、ワンチャンある。いや、ないよ。いや、ないな。ないね。うん。後方のちょっとね、遠隔部隊が強すぎる。そうだね、レンジドが強すぎる。あどうするかな。ヘルスバフ来たしね。サモリフだけどね。サモリフかい。サモリフだよ。おどうしようかな、これ。どうしよう。もう手遅れだわ。どうしようか。あ関東だけ。あなるほどね。海鮮強いね。お、ポッピーが進化するし、ラカも進化するし。強っ。ビエフソード取らないでください。わらわら。グローブが来るよ。あ、ちょっと。シェードにハリケーン持ってる。じゃあどうしよっかな。ジグスを再建するか。もらったわ。ジグスをあれよな。ジグスティアルプロテクターだから、これラカン入れとこうか。はあーまんな回復。いやー黄色欲しいんだけどな。マジ？ジグスがセラフ2個積んでるからずっと弾投げてくる。ジグスのレベル3の弾の火力550で。はぁ、あ、はぁ、あ。それは強いわ。あーきついなぁ、くそ。どうしよう。106ポイントあるんだけど、どうしよう。それは、お金、経験値、ね、振った方がいい。経験値、オッケー、経験値に。もう、レベルを上げられるときにガーって上げちゃっていい。ああ言われます。で、なんか、出しとかんと。そうやな、どうしよっかな。もう、何でもいいかな。ヘルスがないから、そう、何でもいいから、シナジー発動させれるように出しとかないと。ああ。いや、なんか名前が変わりすぎて、なんか、わかんないんだよ、何が何か。左側のアイコンに合わせると前からでしたっけ、どのチャンピオンがどの属性持ってるか分かるんですけど。うわー風産強い。これワンチャン。あーくそダメだ。あれこれマナリは入ってる？入ってない。何とわりん？とわりとわりって何？いや俺これマナー必要量増えてるんだけど、あったか。いやでも入ってない。アイテムも持ってない、うん、ブラスターとかだけどね。あーどうしよっかな。確かにマナーリボン入ってる。
け、なんだこれ。悲しいよ。なんか別に欲しいもん。BM なくてくさ。残念。これどういうことなの？ジンクス、あ、ジンクスまだいるんだ。そうです。なるほど。どうしよっかな。こうか。いや、これで。そろそろまたオールインタイムなんだろう。2回タイでレベル8に上げて。スナイパーつけて陣に輸送してもらうしかねえんだ俺には。ああこれは強ジグス頑張れ、ジグス頑張れ。おおのジグス強えな。おワンチャンいける、ワンチャンいける。これお山さんのコーナー初めて勝った、初めて勝った初めて勝ったわ。うん、マジかよ。オッケー。ここでそう来る、ここでそう来る。何が何が、悩むんだけど、それ来られると。ここでキールはちょっとしんどいかもです。頑張って。ここでキールは冗談でしんどすぎる。あ、やべえ、マジか、パラさんじゃん。ああマジかよ。ジグスなんか凄まじい気がいてる。いやでも無効解除が痛いな。他は柔らかいからな。武装解除がやっぱり痛いんだけど、でもそれでもか、ジグスがやっぱりこのアイテムだとマナが回復しないから。ああダメか、やっぱり。うん、適当にあるやつをちょっと組み合わせてみたけどダメだったね。よいしょ、これでレベル8になる。マナリーは、ああ、これきついな。の、このアイテムは美味しい。死ぬやから。もう決めた、セールになんていかない。俺はジン一筋、ジン君一筋よ。ジン君頑張ってくれ。アイオニック待って、アイオニックスパークは間に合えへんな。 1HP。 あ、強っ。いたなんだこれ、全然勝てない。じゃあパラさん見るか。俺のやつを見ても面白くないぞ。そう、じゃあ、ヨルグサ見るか。そうだね、ヨルグサを見るとためになるよ。オッケー。ヨルグサを見たら多分、IQ が300ぐらい上がるから。ああ、もう最強だね。そう、見るしかねえな。ああ、IQ 上げるわ。IQ 上げるしかねえな。お酒ってなんか表現が大げさですよね。まあ、確かに。やめて、そんなこと言ったら俺怒るよ。
あ、ウルグさんとの対決だ。あー、これどっちが勝つんだ。ワン、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ツー。おー、サラさん強えな。ジンが育ったからね。やってやるさ。セレスティアル発動させたいからなぁ。どっか1枠削りたいんだけど、黒のセレスティアルっていうのがいないからなぁ。難しいな。セレスティアルをラリー作りたい。黒の、ああ、そういうことか。攻撃速度が上がるんだ。そう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 。6まで行くとコスト、コスト悪いから、4で攻撃。へぇ。ちょっと待って、入れるやつよ、ちょっと待って。クローブレイク。悲しい。あ、負けたか。マジか。いや、ちょっと待って、入れるやつ、ひそかった。いやいや。入れるやー。積もうと思ってたやつ来ちゃったな。GA かもしれへんけど、こっちかな、これ欲しいな。うん、GA も積みたい人も積んじゃってんだよな。半分。半分積ってしまったな。黒のが来た。あ、まあ、気づいて、黒の。GA だ。クがいらないから。で、リーズリアルを上げて、ザヤいらない。トラップ黒。諦めないで。さすがに、うん、さすがにか。重症効果も欲しいな。これどうするんだ。プロテクターってなんだ。スキルを使ったときにシールドを付与してくれ。へえ。あ、間違えた。わあ。やばいな。いやでもこれは勝てるんじゃないかな。勝てるの？ま。だよね。あ。ナイス。陣がフォーカスされてなかったから、これ陣がフォーカスされてたら話は変わったけど、フォーカスが入れる手放すとやめとこう。いや持ってないです。え、すごいね。ハンドオブジャスティス強いじゃん。これ何なんですか？A かスキルの火力が上がるんだけど、あんまり。そこまでって感じ？そこまで強い。ああ。っていうと別にそんなに強くないかなって。そっか。
持たないね。今黒のね、スレッシュ入れてるから。ナウルグさん死にかけじゃん。もう死にかけ。大体なんか4以内に入れないね。それでも、ウルフォン回り続けて。パラさん、容赦ないな。容赦ないというか、ね、いつもそうじゃん。だって、最初攻撃して、それは怒ってきたら、そりゃ俺は落としますよ、そんな。私、最初で入れる方だからさ。すぐそうやった自分悪くないですよっていう顔する、そういうとこよ、そういうとこ、そういうとこがやっぱりねダメなんです。私メルさんに帰ったことはもう5回に1回ぐらいしかないんだけど。背後霊読んで勝ち上がってよ。背後霊いジョガスは AOE ストックアップが強い。ジョガス。でも CC 固めで死にそうだな。うわぁ、なんかすげぇ。そういうことなってる。あぁ、ノックアップされた。うわぁ。いや、足が精進の、精進のホック持ってるから。精進の保護ってなんだっけ、精進の保護は、A、スキルを1回使った後に A すると 16% ぐらい。1回スキルを発動しないと。その後のマナの回復量が上がる。英語と。ああ。ええー。一瞬これ牛。ここに飲んどっか。なるほど。スキル発動後、通常攻撃。動くな、安尾。通常攻撃時効果として、毎回今の 18% を回復する。安尾。やばい、ちょっと。ラグイ、なんだこれ。これ死んだかも。あ、死んだ？死んだ？じゃあ次のスキル。あー、マジか。3位でした。はい。ゲーム終了。いや、ウルグさん、俺最近ウルグさんで、ウルグさんずっと弱かった。もういいかじゃん。どうっていうか、私メルさんより上になったことって1回か2回しかないと思うよ。はい。背後霊の方が来てくれて、多分やってくれた時だけだろう。いや、なんか今サイバーで弱いって言われた気がするけど、わかんない。冗談で言ったのかもしれない。じゃあ俺も背後霊召喚の儀入れるか。背後霊召喚の儀。あ、メルさんがリーダーだ。うん。背後霊召喚のニーナ。あ、マイクラ。やっぱサイパネの方が安定する気がするけど。あんない4の上に4より上に行けないや。エコー取ってたとしても分かってない。マジか、なんでだ、ちょっとだろうか、サイバネと何かを混ぜなければならないのか。 TFT のパッチ見てないからさ、あんま知らんだけどさ、なんか大きく変わったのはやっぱその星、あれ違う、次のパスだったからまだ実装されてなかったかな、分かんない。バフが、星に合成しても打った、打った時の、プロモのあれか、レベル2の時の時間が短くなったのか、2秒4秒8、あ、じゃあ8秒4秒2秒だったのが8秒 3.5 秒 1.5 秒の増加する時間が増えて、プロモがちょっと強くなったのか、ケイトリンのスキルのダメージがナーフされて、クロノロック試してみるか、したら。月明、月は暗め、月は暗め。
なんかめっちゃ聞こえた。棒読みちゃんの音量が多分でかいんだね。そう、めちゃくちゃ大きいね。下げるか、棒読みちゃんの音量。うん。下げた方がいいと思う。イヤホンで聞いてください。音量、はい。50っていう、あれが、あれだったか、ゲスト。じゃあもう一回やってみるか。テスト。いけたかな多分あ、聞こえていないの今の。いや、聞こえてるよ。ほら、ルグさん、それダメ、ダメ。そんな、ルグさんじゃない人いたら、ちょっと待って。おやがる、オッケー。やばい、ピン変わんないよ。レオナ。いや、ピングやばいな。162なんだけど。ノーマルでもこうなっちゃう。そうなんだ。リアリー？これ、ランクできないじゃん。ランクやってる人はピンが低いのか。いや、多分同じだと思いますよ。ラグいと思いますよ。ランクしてる人も。でも CS 取りにくかったですよ。ワクティスツールですら。NA に戻った気がします。今さん、ありかい？音そんな聞こえなかったんだったらもうちょっと上げるよ。大山ちゃん。いや、音聞こえたよ、普通に。ベースと。聞こえる、聞こえる、普通に。ちょっと上げたし、これでいいかじゃん。聞こえるって、メルさんのマイクから聞こえるのおかしくない？そう、スピーカーなのそれ。そうです、スピーカーよ、今。あ、そうなんだ。そうだよ、スピーカーだよ、うるさい。あれか。そのスピーカーで聞こえることを今テストしてるんですよ。違うよ。配信で、あれだよ。なんか、エマさんがうるさい言われたら、スピーカーじゃないのか。どうせイヤホンしたら、あれだから。俺の耳が死んじゃう。おオッケーオッケー。まあいいや。いや。よいしょ。これね、なんかパートナーとかの人だったらスクワードストリームとかできるから3人同じ画面でこう、あれガッチャンこうしたやつに見えるやつ面白い。そうですね。どうしようかな、これみんなじゃないといけないから、なんか構成というかなんか難しい今回。いやー、私カイサ使ったことないんだよね。カイサね、マインクラフトうるさいな、ちょっと待った。どうするかな。これでイヤホンにしたから多分配信の方もしあったとしても多分ここもマイクから入ることはないし。OK、じゃあテストするわ。やめろ、俺の耳が死ぬ。いいのか。いや、いいよ。はい、いいよちょっと待って、今俺の耳が壊れるっていう言葉に対していいよっていうのを本当に。ごめんごめん。ジョークジョーク。アメリカンジョーク、アメリカンジョーク。アメリカンジョーク？アメリカンジョーク？大丈夫？オッケー。大丈夫大丈夫。怖っ。うるさいより毒を感じる。なんかさらって。マジかよ。待って、うるさん毒なの？うるさん毒だよ。猛毒だよ。愛の鞭なんだね。愛の鞭か。愛の鞭ならしょうがないね。そんなこと言ってさ、なんかペシペシ叩いてくるから愛の鞭フォルダに入れられるんだよ。フォルダ。メルさんが先に行ったんだ。マジかよ。こんなんだから愛の鞭フォルダに叩き込まれるんだよ、メルさん本当には。このグランピーさんって可愛いな、リトルレジェンド。メリスマクーロさんも好きだけど。気持ちが良くないなぁ。フィオラが育っちゃったな。売るに売れないじゃん。フィオラを売ると幸せになれるって俺聞いたよ。うん、でもこれは高いなと聞いてる。
マジか、変わった。オッケー、勝った。あー、積むのが遅かった。まあね、序盤ね、フルグサに勝ってしまいさえすれば俺はもうゲームクリア、ゲームクリア。ゲームクリア。どうすっかな。わかんないな、もう適当に買っとくか。なんかイヤホン、あれイヤホンの方で音量調節するのないから違和感があるのと、急な大音量出されると俺の意味が死ぬ。エマさんはそれでいいらしいけど。いやいや、ダメだよダメだよ。もうしないから大丈夫だよ。持ってるよ俺は。そんな根に持たないで大丈夫。ああでも根に持ってへんから、その代わりはね、エマさんのことをね、とどめさすわ。やめろ。やめてください。初心者ですよ。とどめさしに行くわ。大丈夫、やめてください。カジックス取られてるなぁ。あら、ミリで負けた。なんて勝った。何これ。あ、どうするかな。あ、ほな、避ける、避けるのが大変だと。切れそう。目の前で持ってかれた。BF ソードだ。めっちゃ追ってくるじゃん。レポートしよう。ルルさんみたい。レポートしよう。ルルさんみたい。私は追ったことないの。ルルグさん、煽るのか。そう、チームの押し積み付きっていうスタンプ、あの、エモを出して煽ってくるから。心がすさんでる人がそう感じるだけだって。なんで、あれが煽りなのか、全然わからんもん。チームの押し積み付きっていう煽りエモを出してくるから、ちょっと悩ますよね。いやー、チームの押し積み付きって名前じゃないと思うけど。チームの押し積み付きだよ、あれ確か。そうだっけ。うん。なんか自信なくなっちゃった。自信なくなってきた。なんてこった。今までフロントがなかったチームにフロントが出現したから。ウルグさんじゃん。怒ってしまえ。やれ、そこだ。右ストレート。右ストレート。右ストレート。避けろ。イエス。スリーパンチ。ストレートで。あ、ダメだ。ウルグさん強すぎるわ。え、ザヤ、強。ザヤ。そうやって。さあ、新しくスタッフがモコモコするからさ、泣いたんだよ。今さ、泣いてるよ。私ここで勝っとかないとさ、それで勝ってても5位になるんだもん。下がっちゃうよ。ちょっと、マジか。でも、イリアがこのタイミングで引いたところでだった。サイバネ作る気もねえしてな。うわ、これに積まなきゃいけないの。うわー、ありだ。いや、無理だな、これ強い。火力がない。そう、ADC しっかり、あのアサシンが君に張り付いてるのに。やばいな。ああ。タイヤ。右に寄せないな。あ、いや、ああ、そうだ。まあ、右に寄せないと。そう、右に寄せないと、ウルグさんが怒り出すから。そう。怒るる。ウルグさんが怒りやすんじゃなくて。怖い。ウルグさんが怒られる。恐ろしいわ。しゃあない。すぐ。これザヤ、オッケー。俺もザヤレベル。実際ウルグさん何回もなんか呆れやし。なんてモブの画面なんか見ないもん。何も興味ないって。そう、私何しても勝てますよ。TFT って見てなくてもできるゲームでしょ。ここだよ。結構大事だ、見てるの。だから大体、なんか買いたいものがあったら
よし、じゃあ。よし。どうすっかな。レオナ。そう。ヤスオ。まあいいや。ヤスオはね、ヤスオするからね、やめといた方がいい。ヤスオはヤスオだからやめといた方がいいね。そう、ヤスオはヤスオだからやめといた方がいいね。変動するってこと。わかってんじゃねえか。ヤスオすぐヤスオするから。それな。自虐か。メルさんのメイン。やめて。俺のメインはヤスオじゃないよ、多分。メイビー。あー、そっか。バラさんまだヤスオだったか。俺はまだヤスオだったかもしれんじゃん。いやー、ベルコス痛い。危な。あー、無理や、くそ。ちょっと待って、俺ベルコス欲しいんだけどな。ベルコス、くそ。どうすっかな、ゾヨ。だっけ、これ誰だっけ。ラックスか。ラックスいらないんや。エズもいらない。うわー、パラソンじゃん。マジかよ。まだあんま強くない。そう。まだ。2、3。あ、でも強いわ。1、2。これがシナジーか。スナイパーとクロノとソーサラーだね、今。シナジーですね。うん。山さん何とこなってんの？俺、バンガード。あ、バンガーだけか。そうそうそう。その2体しか発動しないからね。サイバーでもつけたいよね。サイバーがもうちょっとあと1個で完成するけど。うん、あと、ブレードマスター？どうなんだろうね。いいのか分からんけど、俺は。ブレマス全然いいよ。ブレマス、オッケー。ブレマス作るんだったら、ケイルとか入れた方がいいと思う。うん、ケイル入れた、入れた。で、ケイルにグリーンソーも出せて、ラピッドファイアキャノンも出せて。あー。なんか、リカブの方が落ちた。うん。あー、くそ。まあ、いいや。ADC、ADC、ちょっと近くに近づいてきてる。あ、写真見て。君、アサシ見て。ちょっと待って。もっとマップ見て。マップ見て、画面見て。ミニマップ見て。ミニマップじゃなくて、本当に画面見てたらわかるんだけど。正面にアサシに飛びついてきてるのに反応せず AD してる。なんてこった。こういうのを見るとね、GA が欲しくなってくるね。ガーディアン。どうするかな。うん。で、寂しいね。感じます。つらっか。どうしよう。もういいや、適当でいいかな。なんかメルさんここにいるじゃん。探してたらどこにいるのかな。ずっと後ろにいた。あ、そうなんだ。なんかメガネ頭につけてたみたいな。メガネ頭につけてた、これみたいな感じでした。あ、東大元暮らしか。ああ、そういう意味で言ったわ。OK、どうしようかな。マルキー、ブレードマスター、ダークスターに巨人の誓い。やだな、これに戻せなきゃいけないの。ゲマルファイ、OK。リデンプションの愛にしたいのに。愛にしたいのに。積んではいけないところに積んで。いや、もうこれボイド引けないな。いやー、線は強い。うちの構成に対して線は刺さってる。あダメだ。あれを出したかったんだけど。振動構成に対して芯は刺さりすぎてる。やばい。どういうこと？芯ってなんだっけ？
硬いだけじゃない、硬いだけじゃない、硬いだけ、何も読んでない。なるほどね、そっか、線は硬いだけか、なるほど、だってそうじゃないの、なるほど、なるほどね、カルマ、線が硬いだけだったな。どうすか、ジンクス、ジンクス、オッケー、うん、入ってもなぁ、ビリリオン出しちゃったからなぁ、ビリリオンですね、ちょっと、ウルグさん強いよ、こうやった、でもなんか裁判のレベルなら強くないから、強いんだ、失速する、惜しいな、まあ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 、取ってない、そう、お金50にすることってほとんどないらしいんですよ、今のメタ、あれ前はなんかお金50にしたらなんか、そうそうそう、今はそういうメタじゃなくて、例えば あと40ゴールドでレベル1個上がるってなると、もうみんなバババババって入れる、うん、私は入れちゃいますね、他の人は全然見てないからわかんないですけど、そうなんですね、ガーって50ゴールドぐらい使ってレベル上げちゃいます、もうレベル最優先みたいな、そうですね、ああなるほど、私もそれ教えてもらうまでずっと負けてました、このメタ、このパスが、なんか怪しい勧誘業者みたいになってんじゃん、でも本当にそれだけは覚えとかないと本当に全然生き残れないから、怒られてばっかですね、ちょっと急がなくて、今80もあるんだけど、どうしよう、はぁ、なぁ、ウェルコーズ、いやーもうなんかドバフか、レッドバフか、レッドバフなのか、どうしようかな、リオン、レッドバフか、いや時間が間に合わないな、追いつかないな、アイテムが良くない、なんだっけ、ショートカット、これか、もうそういうショートカットなんかあったな、あいいか、いいで、チャンピオンを売却、あーなるほどね、使ってないよ、全く使ってない、え、マジ最初にこの TFT が出たばっかの時に、あそういうのがあんだなとは思ったんですけど、あマウスだけで全部やっちゃいます、ね、なるほど、どうしようか、どうしようか単純に間に合わないですよね、時間に、え、最初はね13じゃちょっと、オールインするしかないな、オールインか TFT のオールインって何オールインか、いや俺もなんか思った何なんだろう、お金を全部使うこと、ああ私もそれ大体 2レベルぐらいやるな、今3-1で生き残ったけど、いやー危ねえ、あと1なんですけど HP、はい、しんどそう、いやもうしんどいね、でも勉強するしかないね、やって、うん、全然変わってるからさ、こんなまあいいや、ブルーパラさんのを見てちょっと勉強するわ、いやなるでしょ、俺の見ても勉強やれへん、ウルグさんの見た方が絶対勉強やれへん、あ、マジか、なんでそういう、じゃあウルグさんのメールはメルさん買ってるやんけウルグさんのはあの手本だから、教科書だから、なるほどね、テキストだね、テキスト見るかな、なんかようわからん変なことを喋るような人の解説聞くかやったらテキスト見るわ、じゃあな、私そんなわけわからんこと言ってる、俺怒っとやん、え、なにわけわからんことを喋る、わけわからんことを喋るような人を見るか、テキストのような素晴らしいプレイを見るかだったらテキストの方でいるよね。
じゃあ、ウルグサを見るわ。そうだよ、ウルグサの見とけば間違いない。あ、そっか。あ、でもいいや。トラさん、エズリアで撮ったの？うん、エズリアで進化するブローグだから、おお。なんかと混ぜてやんでたり、あ、間違えた、あ、いいね。でかいの大変だな。今回傾ける。シーンが重ならないとちょっと話にならない。あ、エリアどこ行った？エリアどこ行った？あれ？入ってる。いや、そう飛び込んできた瞬間消えたんだけど。エリリア、毎日にあげようと思ったのに、どこ行っちゃった？死んじゃったんじゃない？しばらく生きてたんだけどね。これはいける。いいね。あー、マジか。あー、そのジグソ地味に強いからな。あ、ウルグサが大好きなルルちゃん来たよ。ルルあんま最後にしか詰めないから生き残れないんだよね、そこまで。いや、そうじゃないんだ。ウルグさんの OTP チャンピオンだよっていう話。うん、あれ、なんかレオの二人出しとか、ダークスターをつけるのとか。まあ、ダークスターいらんよな、正直。ソースターとしての枠で置いてるけど。あ、これはあれだ。あ、ダミーだ。ダミー。あ、死んだ。ウルグさんの、あ、ベルコスが一手も詰めんか。うわぁ、負けた。えぐいな。かなりバーに乗せないとダメかな。ジンがコナンか。これ誰？これ直した方がいいのかな。出せるもん厳しいな。サイバネカはなよーこれにしかよくわかんないんだもんパラさん強いな。うん、サイバー入れてるからやっぱり帰るな。サイファースナイファ離れれば離れるほど火力が上がる。てかこれブリッツ持ってる人あ、ね、いなくね。ブリッツクランク持ってる人いないのかな。マナリーバーって誰だ。あー、いるよ。
当たってないだけ、ブリッジ持ってる人2人いるじゃん。怖っ。エレスティアル、ブレードマスター。前ブレードマスター強かった気がするんだけど。全部揃えちゃうのはちょっと今弱い。9まで。余裕。いや、あぶねえ。あぶねえ。なんかあそこにもベルコスがいるもん。8297投げて、なんかして。えぐいな。やっぱ、チンサワサワよ。チュールグスパーミーよ。あ、重なっていないのがしんどいな、それ。あ、重点。ああ、武装解除か。なるほど。武装解除？カサリのマナリーバーで欲しいだけだと。カサリのいい武装解除かね。そうなの？知らん。そうだよ。ああ、あの、サマリフじゃないよ。KFT。カサリのスキル。うん。ミスフォーチュンがいい感じに打ったけど。おお。いやー、1は人強いな。星を上げた方がいいのかな。いい加減じゃあ一変しないといけないんだ。いやー、トパリタンオフ。難しいな。トパリすごいと思うんだけど、固まってる人多いし、トパリいいわ。あ、このだ。なんかあそこの ULG とかいう人に取られそうになったと思った。どこどこ？あのな。なんかあのピンクの女の子いう。ピンクの女の子よ。私女の子、よろしくね。やば。どういどういか。なんやねんそんな。でもイリリアン捨てるしかないもんな。ウルグさんのリクエストに答えたのに今。やっぱ大阪の人ってノリいいよね。間違いない。答えたのに、そうやってウルグさんは俺のことを、ね、自分が勝手にやりましたみたいな感じの雰囲気出してさ、もう泣いちゃうよ俺。自分なんで。さあ。そんな発想なかった。あ、そうか、なんか強いなと思ったらキールが足りないんだ。捨てると思った。いやーしんどい、これはしんどい、正直言ってしんどい、結構しんどい、やばいほどしんどい。やばいじゃん。どれだけしんどい。とりあえずしんどいやん。いや、しんどいっていうのをね、全面的に伝えたいから、ね、そういうふうに。さすが大阪人。やめろ。そうです、実際差別差別差別なのか。マナリーバー入れないと死んじゃうよ。トバリ入れろ、トバリ。トバリ強いぞ。うわー、絶対これ強いでしょ、敵。いや、トバリいい感じに入ったから。あー、ジンにそれつくのは効いてない。あ、ワンチャンこれいけるような、いけるな。いや、トバリが5人に入ったから、そりゃ効くわ。トバリ。あれ、あの、必要なマナーコストを増やしてくれる回だ。いやー、最強か。そう、だから、最初のスキルの出が遅くなるから、その間にこっちがなくなる感じだね。でも問題はこれ、黒のやつが、黒のを揃えてるのはいいけど、両方レベル1なんで。レベル1が。よし、ウルグサを見よう。アイテムもですけどね。ウルグサは、そう、ウルグさんはね、結局教科書だから。まあ、教科書に書かれてることしかやんないっす。一番いいことよ。下手に下手に。2個か3個ぐらいしか知らない。でも、サイバネが弱くなったらしいから、勝てなかった。
どうしようかな、ダイヤモンドスレイヤー。おー、強いな、これ。のかなぁ。なんか2個ぐらい積んでる人いるね。あ、そしたら 24% になるんですかね、やっぱ。どうなんだろう。ダークスターハーフ。ダークスターハーフは、あ、でも黄色のちょっとな、でもこれ入れたいんだよなぁ。こんなリーブいっぱいと。どっちだろう、エズと、足。足リーダー。黄色入れたいよ。でもリベラーじゃないと。エズでも弱かったかもしれない。ちょっと待って、フロハ3つ積んでるやついるんだけど。やば。フロハ？フロハハート。あー、攻撃力か。攻撃速度が遅くなるやつ。そう。よね。GA がない。2個目以上以降は範囲が広がる。あ、そうなんだ。うん。TFT のフロハース多いし。うわぁ。めんどくせぇ。完全にめんどくさい。いや。ルルちゃん。MF じゃないのか、これは。もしかしたら。ウルグスさん生きて、星をお願い。私があなた、そういうあなたはまだ生きてるのね。俺生きてるよ。星をお願いって、あのチャンピオン強いから。やっぱこれ捨てかな。これ捨てていい。いや、ブリッツクラークがいる限りな。え、こいつが敵なのかもしかして。いや、敵強く、やば。だないやー、ちょっとそのいやー強いっすね、敵。この人エンマさんじゃないの？似てるけど。やばい、ウルグさんがいなくなってしまった。どうして？ほら、またさっきより下がったもん。サイバネじゃ勝てないのかな。メルさんにかかってる。なんかサイバネでもクールさんは勝ってたんだよね。マナリーバ外しちゃったの。ああ、難しい。ダークスタースナイパー、スナイパー発動していく。これ、帳が、このチームに対しては5人に当たってるから。ウーポン回ってくれたらな、よかったんだけど。いい感じになる。頑張れそれ。時々なんか混乱してしまう。命よ。ダピカソラか。ナイスラピットファイヤーキャノンソラ。おー、ナイス。どうしようかな。ブスリーだね。そうだね。トップの人が、あ、やばいな、なんか。なんだあれ、フローズン。どれ？フローズン。フローズン3つ積んでるんだけど。そう、フロハ3つ積んでるんだけど。やばいな。黒の？黒のなんて最初にやってやめた。ああ。このパスになってから。ルコンがそこで死ぬから、こいつのスキルは使わせてあげたいな。あれ？チェンのレベルが上がった。こう、チェーン。ピン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 。ジンあと3体かな。あっちもおかずならんじゃん。あ、やばい、これ死ぬ。ああ、無理やね。あったな。誰この人？ああ、どの人か。うん、あ、ギリギリ。ああ、ダメか。はい、あれこれ2位なの？そう。2位。ああ、強すぎる、ちょっとそれは。エコー。ほら、メルさんの方が勝ちじゃん。すげえな。ウルグさんとの台湾勝負、勝負は無理よ。最初勝ったじゃん。ああ、ポイント全部なくなってく。シルバー1に昇格しました。おめでとうございます。ええー。やったね。アリーナの準備ができています。うん？うどん？
プレイヤーの準備ができていません。うどんの準備ができていません。うどんの準備ができてないってどういうこと？お昼どうしようかと。はあ。TFT は終わります。なんでこった？なんでこった？ノルマ終わったんでね。どうする今さ。